ウクライナ文化情報省が明らかにしたところによると、南部のヘルソン州の管弦楽団の首席指揮者である、ユーリー・ケルパテンコ氏が、10月1日の国際音楽の日に合わせてロシア側が主催する、ヘルソン州が平和であり生活が回復していることを示すためのコンサートへの出演を拒否したために、自宅でロシア軍に射殺されたんだって。ヘルソン市内の地元ジャーナリストからの情報としてウクライナ文化情報省による Facebook への投稿では、ケルパテンコ氏はロシア軍からの出演依頼に対して占領者への協力を断固拒否するとして断ったことらしいな。その結果、ロシア軍兵士に狙われることになり、外出を控えていたとされているんだね。ああ。でもロシア兵に自宅に押しかけられ、ドア越しに自動小銃で撃たれて殺害されたらしいぜ。ひどい話だね。さて今回は、ロシアが併合を宣言したヘルソン州で、協力を拒否したオーケストラ指揮者を射殺したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍による傍若無人でアウトローな行動は今に始まったことではないけど、ロシアが己の都合だけで一方的に侵略して占領した他国において、己のプロパガンダのためのイベントに出演を拒否したという理由で、自宅に押しかけてまで殺害するという、あまりに非道で残虐な行為に国際社会で怒りとロシアへの非難が湧き上がり、それと同時にこのウクライナ人指揮者の毅然とした態度を称賛する声が上がっているんだって。ヘルソン州では現在、ウクライナ軍による反攻が続いていて、西側諸国の見立てでは早ければ、10月下旬にはヘルソン市を奪還する可能性が指摘されており、ウクライナ軍が同市を奪還することで、ロシア軍によるこの殺人犯罪の真実が暴かれることになるだろうと見られているな。また、このウクライナ人指揮者殺害のニュースが伝わる一方で、元国営放送の職員で番組放送中に、戦争反対のプラカードを出したほか、SNS に反戦の書き込みをするなどして、自宅軟禁や罰金を課せられるなどしていたロシア人女性のオフシャンニコワ氏が、自宅から行方がわからなくなりロシア内務省から指名手配されていたことについて、すでにロシア国外に脱出してヨーロッパのいずれかの国の保護下にあることをオフシャンニコワ氏の弁護士が明らかにしたみたい。オフシャンニコワ氏は、7月にクレムリン近くでプーチンは殺人者などと批判したことから起訴され、自宅軟禁を言い渡されていたもので、10月1日に娘と共に行方がわからなくなり、ロシア内務省から指名手配されていたものであるらしいな。その後、自らの SNS に動画を投稿し、GPS 監視装置がついたブレスレットを足首につけられているのを見せながら、この装置はプーチンにつけられるべきであり、それはウクライナ国民を大量虐殺したことと、ウクライナへの侵略をはじめ、部分的動員によってロシア人男性を大量に殺戮した罪で起訴すべきだなどと訴えていたんだって。ロシア軍は2022年2月24日にウクライナへの侵略を始めて以降、ウクライナ国民に対する戦争犯罪が数知れないほど報告されているよね。そもそも戦争そのものが非人道的なものであり、そこには戦争犯罪は少なからず存在するものであり、小競り合いから世界大戦までどのような規模の戦争であろうと人権侵害と戦争犯罪は必ず発生するよな。しかし、ウクライナにおけるロシア軍は、病院や学校などの保護対象施設への攻撃、弾道ミサイルなどの無差別殺傷武器やクラスター爆弾などの禁止兵器の使用などに加えて、占領地での略奪強姦誘拐はもちろんのこと、捕虜だけでなく一般市民への拷問からの殺人など、ありとあらゆる戦争犯罪が毎日のように報道されているんだよ。ロシアが常任理事国を務める国連では、いかなる国の領土保全及び政治的独立に対する武力行使を禁止する国連憲章が存在し、加盟国はこの憲章を支持し、擁護することが求められているけど、この武力行使を禁止する唯一の例外は、自国を侵略された場合の自衛と国連安全保障理事会が認めた武力行使だけであり、今回のロシアによるウクライナ侵略はこのどちらも当てはまらないみたい。常任理事国として模範であらねばならないロシア自らが、国連憲章に明白に違反し、国際法においては犯罪である侵略を実施し、それに対する非難決議に拒否権を行使することを止められないのだとなっているよ。ウクライナ検察は10月14日、ロシアが侵略を始めてから捜査の対象となっているロシア軍による戦争犯罪が4万件を超えていて、直近1週間では1394件の報告があり、ウクライナ軍がこれまでにロシア軍に、占領された地域の奪還が進むにつれて急激に増加しているというぜ。10月上旬にウクライナ軍が奪還した東部のドネツク州のリマンにおいて、市内の集団墓地に多数埋葬されていたウクライナ兵や民間人の遺体について拷問の跡などを確認する作業が行われたほか、9月中旬にロシア軍の支配から解放したハルキウ州イジュームの集団墓地においても、約400人がロシア軍に殺害され埋葬されているのが発見され、遺体の確認が行われているよ。
ウクライナ検察のアンドリー・コスティン検事総長は14日に、人権問題などを扱う国際機関、欧州評議会の関係者と特別法廷の設置について協議したことを自身のツイッターで明らかにして、犠牲者の苦しみを世界は忘れてはならないと投稿しているぜ。400人もロシア軍に殺害されて、それ以上の犠牲者もたくさんいるだろうから、犠牲者の苦しみを忘れていけないのは本当だよね。占領地におけるロシア軍の戦争犯罪、そしてロシアという国家自体が人権という概念が存在しない国家であることは、誰でもがわかる明白な事実であるにもかかわらず、日本国内には、ウクライナ国民を守るために、ゼレンスキー大統領は降伏して戦闘を終わらせるべき、と主張する政治家、ジャーナリストなどへの批判が高まっているんだって。彼らはいかにもそれがウクライナ国民のためと主張しているが、その後に判明したロシア軍が占領した地域で行った、住民に対する残忍無慈悲な行動を知れば、降伏が必ずしも国民に良い結果をもたらすものではないことを理解するであろうな。しかし、それでもなおロシア軍の拷問などの報道が正確なのか?と語っている。日本維新の会所属の某議員の発言には呆れるばかりとの声がインターネット上で広がっているらしい。その残虐非道なロシア軍では先日、これまでの敗戦の責任を取らされたと思われる、アレクサンドル・ドボルニコフ将軍が総司令官から更迭され、ロシア航空宇宙軍の司令官の、セルゲイ・スロビキン将軍が新たに総司令官として任命されたのであるけど、このセルゲイ・スロビキン将軍はアルマゲドン将軍の異名を持ち、その指揮ぶりから残忍無慈悲な人間として知られている将軍となっているよ。このアルマゲドン将軍が司令官としての初仕事は、クリミア大橋爆破の報復としてウクライナ各地の都市が受けた、多数のミサイルやドローンによる攻撃で、ここ数ヶ月では最も大規模かつ軍民無差別の連続攻撃だったらしいよ。このスロビキン将軍は実は、すでにウクライナ南部で部隊を指揮していて、開戦前日にはその軍事的影響力とプーチン大統領との関係を理由に欧州諸国から制裁を受けていた人物でもあるぜ。1966年シベリアのノボシビルスク生まれで55歳のスロビキン将軍は、ロシアが関与した数々の戦争に従事してきたベテラン軍人であるけど、アフガニスタン、タジキスタン、チェチェン、シリアなどの紛争や内戦に参加し、その功績が評価されての抜擢と見られているんだよ。しかし、チェチェンでは兵士に民家に押し入っての暴力強奪などを命令したとされ、シリアでは航空宇宙軍の司令官として北部アレッポを消滅させた無差別空爆を指揮し、さらには日本も知られているサリンを使用疑いなどのほか、1991年のモスクワでのクーデター未遂事件では、道路を塞いだ民間人に対してスロビキン氏が走行命令を出し引かせて3名を死亡させた疑いが持たれているなど、残忍な司令官として知られ、ウクライナでのロシア軍の非道に拍車がかかることが懸念されているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。